東大始まりました、モテチャンネル。さあ、今回はですね、先ほど行われた東大の問題のですね、はい、公表していきたいと思います。はい、ヤンチームと一緒にやっていきたいんですが。ヤンチームと一緒にやっていきます。はい、全体としては、まあ、要所要所にいろいろ引っ掛けるポイントがあるっていう感じだったと思いますね。東大こんな感じで出してくるんですね。はい、英作文は、なんというか普通の英作文になったっていう感じですね。あなたにとって暮らしやすい街の最も重要な条件とは何かとかなんで。で、正誤問題が難しい感じだったと思いますね。では、見ていきましょう。はい。はい、まず、要約ですね。はい。はい、10代の気質の変化。そうですね。どんな内容だったんですか、これは。簡単に言うと、子供より大人の方が、10代の気質の変化に敏感で、まあ、10代の子たちが、より社交性が低下していると大人の方が思いやすいっていう、そういう内容だったんですね。ポイントとしてはそのまあ理由のところ、後半に書かれているところだと思うんですけども、まあ、ちょうどその10代っていうのが子供がこの For autonomy and privacy って書いてるように、自立とか独立心を持ちたいとかプライバシーを持ちたいっていうところが理由だったり、あとまあより大人の方がやっぱり子供が社交性低くなってる、子供はそんなに思ってないのになってるっていうところの一番の理由が比較対象。子供は自分たちと同じような同世代の子たちを比較対象してるのに対して、大人は大人を基準に考えてるっていうところが要約の中にちゃんと盛り込まれてるかどうかっていうのがポイントじゃないかなと思って。なるほど。あの、大人に対しては社交的じゃないと思ってるんですけど、より大人の方が顕著にそれを思ってて、子供同士はそんなに社交性は低下してないと思ってる、そんな感じです。なるほど。入れられたかっていうことですね。次が文挿入問題ですね。比較的この年の問題はやりやすかったかなと思いますね。字はThisが書いてあって、でディスが指すものをきちんと答えられるか、 G ポーズ・ザ・スレッドとかですね、よく出てくるんですけど、で次がクリエイティビティの話が出てくるんで、アビリティ・トゥ・ビー・クリエイティブっていうのがトピックなんで、そこからきちんと H を選べたか。でそして3番目は This question と書いてあるので、直後になんでクエスチョンが入ってなきゃいけないのでですね、What が来てますので、選択肢に入ってるので、もうここで選べる。で、4番が Viewers are unable to distinguish っていう風に書いてありますので、 Distinguish from works made by human artists と書いてあるので、その works、 区別するワークがいなきゃいけないので、でそこから The novel image ですね、はい、イメージを選ばなきゃいけないっていうやつで、で、並べ替え問題が Do little more than ですね。まあこれは出たことがあるやつですけど、在学留してるんですが、まあ、いわゆる動詞になれるキャラクターが多いっていうのが、まあ、よくあるパターンですね。do, form, play と、どれが動詞で、どれが名詞かっていうのを判断しなきゃいけないっていうパターンですね。で、最後が、まあ、まとめ的なものになるですね。D ですね。はい。The smart machine, so AI っていうのが、human creativity を help するんだ。ね、トピック AI がクリエイティブなものを奪ってっちゃうんじゃなくて、役立つんだよっていう話でしたね。続いて、英作文ですね。まずは、暮らしやすい街の最も重要な条件。どんなのがあります？条件。治安がいいとか。そうですね。セーフティーでしょうね。やっぱり浮かぶですのは。利便性、コンビニエンスとか、クライマット、気候とかですね。暮らしやすいとか。そういうのが書ければいいんじゃないかなと思いますね。最も重要な条件として1個なんで、今回は。2つとか3つ書けとかなってないので、まあ、それでやりやすかったかなと思います。はい。次は、和文英訳ですね。なんかラテン語とかギリシャ語っていうのは大変だみたいなことが書いてあって、だが語学の習得は自転車に乗る練習のようなもので、練習している間は大変でも一度乗れるようになってしまえば何でもない、あとはいつも乗ってさえいればいいのだっていうやつでしょうね。はい。しまえば何でもないとかですね。何でも何々さえいればいいのだとかも結構難しいですよね。これもうまく訳せたかどうかっていうことだと思いますね。はい。チームはどんな感じで、はい、僕が考えた文章は、はい、However, studying a language is like practicing riding a bicycle. It feels much harder during the acquiring process, but this pain, goes away once it's acquired. Only thing you should do is to, make it a habit. ああ、なるほど。ハビットにすればいいんだ。まあそうですね。そうね。practice ing とかですね。practice ing はネイティブ間違えるがちですよね。そうですね。あと、経験を pain っていう。苦い経験のことを pain って言って。なるほど、なるほど。goes away とか言って。なるほど、なるほど。
ていう感じでやると。はい、できましたかね。何でもないとか、はい、続いて正誤問題ですね。本当にめんどくさいやつだったと思いますね。最初がこれめっちゃ難しいですね。 little ですね、まあ、東大否定語あ E の had little の little を溶かすってですね、東大まあ否定語溶かすっていうのをよく出すので結構あるパターンですね。これがいらないんで had to でいいので、はい、厄介で、まあ、次と22が D の but also 取るっていうやつですね、うんうん、まあ、乗っ取りがあるからバットロスが来るんじゃないかって言ったら、そもそも形違うんで、うん、インクルーディングっていう ING 規定原型とおかしいぞって思ってほしいって感じですね。で23は簡単ですね。これはできなきゃいけなくて、うん、encourage him to do ですから、うん、C の encourage them to mate にしなきゃいけない、うん、次もややこしいですね。24番もこれなんだこれっていう C の R、すごい分かるの時間かかりましたこれ。 genetically smaller than の than the っていうですね、 than をまあ as にしたり like にしたりっていうのが確かにあるかなってやつですね。で25番は D の Learn from their peers ってやつですね、うん、from を入れなきゃいけない。これは一応出たことがあるので正誤問題でこのパターンですね、うん、まあ、ちょっとやっぱ C とかね、目にあ名詞の形っていうのは見慣れない人多いと思うので、うん、ちょっとコロケショーを頭で覚えてないと結構引っかかりやすいですよね、はい、これはきついです。複数じゃなきゃいけないんじゃないのって思った人が多いと思います、目にあ名詞は出たことあるんですよこれも。でも東大でじゃないけど、はい、続いて和訳ね。We were to make everything we think public っていうのがこの everything public ですね。make everything public っていうのの要素の分離と言われるやつ。このまあ要素の分離っていうのはもう毎年のように出題されるわけですよね。ちゃってね、隠してること言っちゃったら、うん、自分だけじゃなく相手も気まずいっていうことですね。そうね。そういうことになっちゃうよっていうやつです。で、いいか accordingly だから言われるのもあれば言わないのはあるんだ。無言のプレッシャーみたいな。で次がまあ日本語にしづらいかなっていうやつですね。このそうですね、思ってること隠して、うん、アテンションですね、注目をそらすと思ってることを知られないようにするわけですよね。これが最も言語の原始的な役割の一つだっていう、はい、っていうふうに言ってるわけですね。まあよく分子構文もね、こうダイバーティンとかってね登場するわけなんですよ。はい。次最後でしょ、まあ、物語というか、うん、本当かもしれないね。まあ神戸にいたやつそうですね、僕兵庫出身なので三宮とか梅田とかなかなか親近感ある地名が出てきたんですけど、それがまあウェイトレスに囲まれてるサランデッド、サランデッド H で次が Repeated Twisting ですね。そう、何回も G ですね、使われてて、で28が Chosen One ですね、はい、選んだやつだけこうそらす、ちょっとスターウォーズみたいなそんな選ばれし者の超服なんで服なのに、はい、で次が Keep Everything Organized ですね。これよく使う表現ですよ ね、きちんとしてるっていう、はい、で30番が Horrified、 Horrified ボーイフレンド真っ青って、そうです、やっべーみたいなちゃんとしてなきゃ気が済まないね、彼女のところを汚くしちゃったらもう怒られちゃうよっていうね。で31が、まあ、Building なんで Occupied ですよね、Occupied、はい、外国人で埋め尽くされてるってことですね。で A の内容を説明するんじゃない、 This kind of work っていうね、交換したりとか、うんうんうん、この誰かがやってるわけですね、うん、ちゃんとね、見えないところで人が動いて、で、まあ、ATM ってことはつまりお金入れて、うん、誰かがお金入れてくれるわけだし、うん、っていうことですね、うん、で次が具体的に説明せよって言って、あああれか、東京のセールスガールが嘘ついて買わしたんだろうっつってるんですね、うんうん、これは一点物ですっていうOne of a kindですって言って、神戸の人が言って騙されて、実は梅田にもね、大阪の梅田にも売ってたっていうね、田舎者騙されがちですからかわいそうに。で C が、並べ替え問題ですね、はいはい、まあ、Whose task it is to sort the pieces ってやつですね、うん、いわゆる It is 誰々's task っていうのが Whose に引っ張られて前に出てくるっていうんですね。でゴミ捨ての人はこう、そうとはね、授業でもよく分けるってやつです、うん、はい、ワンバイワンですね、こう分けてくれるって言って、で次が空所 E に入れるもの、ちゃんとしてる人だから Faithful だろうなって感じですよね。5年いて、うんうんうん、ゴミの仕分けもちゃんとやりますし信頼できる人で、最後のやつが、はい、トピックが、あ、まあ、本部の内容1は B でしょうですね、はい、まあ、これはいわゆる、ね、気づかないところでやってくれてる人がちゃんといるんだよっていう
ということですね。それについてこの大沢は話しているという感じでした、はい。はい。どうだったでしょうか。東大受験の皆さんお疲れ様でした。まあ、リスニングはちょっと見てみないとわからないんで、いやまだ音声が来ないとわからないんですが、いや大変だとは思います。本当に時間。例年に比べてどうなんですか、東大。あ、例年に比べては文挿入がちょっと解きやすいなっていう印象だったんですよね。ただやっぱ整合が難しい。っていうのが目立った感じになりますね。で、英作文は差がつきやすいので、はいはいはい、果たしてその辺はどうなったのかっていう感じだと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。